オーバーロード作戦とも、は、第二次世界大戦において、ドイツ軍占領中の西ヨーロッパへの侵攻に、成功した、連合軍の作戦、ノルマンディの戦いの、コードネームである。本作戦は、1944年6月6日、ノルマンディ上陸作戦、一般に d デイとして知られるから始まった、1200名の空挺降下の後、 五0席長が参加した教習上陸が行われた。初日に約16万名がイギリス海峡を渡り、8月末にはフランス国内の連合軍は200万名を超えた。1943年5月、ワシントンで行われたトライデント会談で、1944年にイギリス海峡を横断する進行の実施を決定。ドワイト・ディーイハワー大将が、 連合国遠征軍最高司令部の指揮官に、バーナード・モント・ゴメリー大将が進行する、全陸上部隊が属する第21軍集団の指揮官に任命された。上陸地点に、ノルマンディ海岸が選ばれ、アメリカ軍がユタ及びオマハ、イギリス軍がソード及びゴールド、カナダ軍がジュノーと名付けられた核ビーチへ上陸することとなった。 ノルマンディ海岸保で予想される事態を解決するため、マルベリー港と呼んだ二つの人工港や、ホワーツ・ファニーズと呼ばれた特殊戦車などの特殊技術が開発された。また、連合軍は進行の数ヶ月前から、偽の電子情報や視覚情報を用いて、大規模な欺瞞作戦である、ボディーガード作戦を実行した。 これはドイツに連合軍の主上陸の日付と場所を間違えさせた。一方、アドルフ・ヒトラーは連合軍の進行を見越してエルヴィン・ロンメル元帥に大西洋岸の要塞化を担当させた。連合軍は初日の目標達成に失敗したが細長い海岸砲を確保した。その後、徐々に戦線を拡大し、6月26日にシェルブールを7月21日に カーンを占領した。8月8日のドイツ軍の反撃は失敗し、ファレーズポケットに第7軍の兵士5万人が取り残された。連合軍は8月15日に南フランスへの進攻を開始し、8月25日にはパリを奪還した。ドイツ軍は8月30日にセーヌ川の向こうへ退却し、オーバーロード作戦は完了した。1940年6月。 ドイツの指導者アドルフ・ヒトラーは彼が史上最高の勝利と呼んだフランス侵攻で大成功を収めた。北フランス沿岸に閉じ込められたイギリス海外派遣軍の大部分を含む33万8000人を超える連合軍兵士は5月27日から6月4日のダイナモ作戦でイギリスへ回路撤退した。イギリスの作戦参謀は10月4日。 ウィンストン・チャーチル首相にイギリス連邦諸国とアメリカの支援があったとしてもすぐには大陸に拠点を再建することは不可能であると報告した。1941年6月に数軸軍のソ連侵攻が始まるとソ連の指導者ヨシフ・スターリンは西ヨーロッパに第二戦線を作ることを求め始める。しかしチャーチルは アメリカの支援があったとしてもイギリスには、そんな攻撃を行うのに、十分な部隊を持たない、と考えていたため拒否した。そして第一次世界大戦のソンムの戦いや、パッシェンデールの戦いで行ったような損害の多い、正面突撃を避けることを望んでいた。1942から43年に二つの試案、ラウンドアップ作戦とスレッジハンマー作戦が、提案されたが、 イギリス軍はいずれも現実的あるいは成功の見込みがあると考えなかった。代わりに連合軍は地中海方面での活動を拡大し、1942年11月にフランス領北アフリカへ進行、1943年7月にシチリア島へ進行、同年9月にイタリアへ進行した。これらの作戦により上陸戦闘に関する貴重な経験を得た。 1943年5月にワシントンで行われたトライデント会談で翌年のうちにイギリス海峡越しの侵攻作戦を実行することが決定された。チャーチルは連合軍が地中海戦線からドイツへ主攻撃を行うことを指示していた。しかし兵士と物資を供給する同盟国アメリカはチャーチルに反対した。詳細計画の策定を開始するため、 イギリス軍のフレデリック・イ、e、ー・モーガン中将が連合国軍最高司令部参謀長に任命された。上陸集艇のほとんどがすでに地中海や太平洋戦線に投入されていたため、初期計画は使用可能な上陸集艇の数に制約された。1942年8月のディエップ教習で得た教訓により、堅固に防御されたフランスの公安に、 第一波上陸を直接行わないこととした。また、リエップでの失敗は、十分な砲兵と航空機の支援、特に近接航空支援と、可能な限り海岸に接近できる特殊集停が必要であることを明らかにした。幅広い航空支援は、可能な限り長く航空機が上空に止まることが必要ながら、スーパーマリンスピットファイアや、 ォーカータイフーンといったイギリス軍の航空機は、作戦半径が短く、潜在的な上陸地点の数は限られることとなった。モーガンは、上陸地点に4箇所を考えた、ブルターニュ、コタンタン半島、ノルマンディ、パイコールドカレーである。このうちブルターニュとコタンタンは半島であり、ドイツ軍が、比較的狭い地域で、連合軍の前進を立つことができることから除外された。 フランス侵攻に備え、戦車揚陸艇に搭載されるアメリカ軍の M4 中戦車。1944年5月末か6月初め頃、イギリスから最も近いヨーロッパ本土のパイコールドカレーには V1 飛行爆弾と V2 ロケットの発射基地が置かれ、なおも増強中であった。ドイツ軍はそこが最初の上陸地点として可能性が一番高いと考えており、 最も要塞化した地域に作り上げた。しかし、そこは多くの川や運河に接しており、連合軍が展開できる可能性は少なかった。一方、ノルマンディの広い正面は、シェルブール港とブルターニュの遥か西にある港湾、パリさらにはドイツへの地上攻撃の脅威を同時に与えることが可能かもしれなかった。こうして、ノルマンディが、 上陸地点に選ばれた。だが、ノルマンディ海岸の最も重大な障害は、港湾施設がないことであり、人工港を開発することで克服した。コサックは1944年5月1日に、進行を開始する計画を立案。計画の初期案は1943年8月の、ケベック会談で承認された。ドワイト・ D ・アイゼンハワー大将が、 連合国遠征軍最高司令部の指揮官に、バーナード・モントゴメリー大将が進行後の、全陸上部隊が属する第21軍集団の指揮官に任命された。1943年12月31日、アイゼンハワーとモントゴメリーは、2個師団の支援下で3個師団が、教習上陸するコサックの計画を、初めて見た。すぐに2人とも、 幅広い戦線で作戦を行い、かつ、シェルブール港の占領を早めるため、3個師団の空艇降下を伴い5個師団が、第一波上陸する作戦へ規模を拡大することを主張した。作戦の拡大により、追加の上陸予定を準備する必要から進行は1944年6月まで遅れることになった。最終的に、 ノルマンディの戦いに連合軍は39個、師団100万人を超える兵士を投入し、すべてイギリス軍の指揮下に入った。D、DA の進行路の地図、オーバーロードはヨーロッパ大陸に大規模な拠点を構築する作戦に付けられたコードネームである。教習上陸を行い確固とした海岸砲を確立する第一段階はネプチューン作戦と名付けられた。 そして進行の成功を確保するために必要な制空権を得るため連合軍はドイツ軍の飛行機工場燃料タンク飛行場に対する爆撃を行ったまたフランス北部を分断し増援が来るのをより困難にするため輸送計画のもと通信施設道路鉄道が爆撃されたこれらの攻撃は正確な進行地点が 明らかになるのを避けるため広範囲に行われた。さらに、ドイツ軍が進行の時期と場所を特定するのを防ぐため、入念な欺瞞作戦が計画された。ノルマンディの海岸線は17区画に分けられ、オマファビーチ西誕のエーブルから、ソードビーチ東端のロジャーまで、通話表を用いたアルファベット順、投資のコードネームが付けられた。コタンタン半島のユタビーチが、 進行地点に含まれるようになると西側に八区画が追加された。さらに各区画はグリーン、ホワイト、レッドの順でさらに細分化された。連合軍の作戦立案者は強襲上陸に先立ち東側のオルムグ川に架かる橋を確保するためカーン近郊に西ではカランタンの北に空挺降下を行うことを考えた。初期目標はカランタン。 石ニり、バイユー、そして、カーンであった。ユタとオマハに上陸するアメリカ軍は、コタンタン半島を分断しシェルブールの港湾施設を占領することが求められた。ソードとゴールドに上陸するイギリス軍とジュノーに上陸するカナダ軍は、カーンを占領し、カーン近郊に飛行場を建設する間、アメリカ軍の側面を守るためコーモンレボンテから、 カーン南東にかけて戦線を形成することが求められた。カーンとその周辺地域の確保は、イギリスカナダ軍にとって、ファレーズ占領に向け南へ進撃するための確固たる足場となるものとされた。最初の3週間で、アブランシュとファレーズを結ぶ線より、北側の地域をすべて占領し、それから左へ旋回してセヌ川へ向け進撃する予定であった。 バートラム・ラムゼ大将率いる進行艦隊は、アメリカ軍戦区を支援する、西部任務部隊に分けられた。オマール・ブラッドレー中将率いるアメリカ第1軍は、第7軍団と第5軍団で構成された。一方イギリス軍は、マイルズ・デンプシー中将率いる第2軍の下第30軍団、第1軍団で構成された。陸上部隊全体の指揮は、 モントゴメリーが取り、航空部隊は、トラフォード・レイ・マローリー大将が指揮した。カナダ第一軍には、ポーランド、ベルギー、オランダの部隊も属した。またその他にも参加した国があった。ノルマンディ上陸における、航空作戦計画の地図連合国遠征空軍は、1944年4月から、進行開始まで3200回を超える、写真偵察を行った。 海岸線の写真が極めて低高度から撮影され、地形や海岸にある障害物、塩平号や下方陣地といった防御施設が明らかにされた。ドイツ軍に進行地点を警戒させるのを避けるため、写真偵察はヨーロッパの海岸全体で行われた。内陸の地形や橋、部隊配置、建物も複数の方向から、 多数の写真を撮影し、可能な限りの情報を得た。合同作戦水先案内部隊は、推進測量を含む、詳細な公案の地図を極秘に準備した。BBC が告知した、ヨーロッパの休日の写真やハガキの提供以来で1000万が毎帳が集まり、中には、役立つと証明されたものもあった。フランス人レジスタンスが集めた情報は、 数軸軍の部隊移動やドイツ軍が沿平号や他の防御施設に用いた建築技術の詳細情報の収集を助けた。多数のドイツ軍の無線通信がエニグマ暗号機や他の技術により暗号化され暗号表は頻繁に変更されていた。ブレッチリーパークに置かれた暗号解読チームはできるだけ早く ドイツ軍の計画や部隊移動に関する事前情報を提供するため活動していた。イギリスの情報機関はこの情報をウルトラ情報と呼び可能な限り最上級指揮官のみに提供された。ドイツ軍の西部戦線トップである西方総軍司令官のゲルトフォン・ウントシュテット、元水が使用していたエニグマの暗号コードは3月末までに解読された。 ドイツの情報機関は、エニグマの暗号コードを6月6日の連合軍、上陸直後に変更したが、6月17日までに、連合軍は再び一貫して解読できるようになっていた。アロマンシュレバンにあるマルベリービーの残骸。1990年。連合軍は、大失敗に終わったディエップ教習の教訓を踏まえて、オーバーロード作戦の成功を確かなものと、 するため新技術を開発した。準備艦砲射撃と航空攻撃を補強するため、上陸用船艇の中には近接支援射撃を行う、大砲や対戦射砲が装備されたものもあった。連合軍は強固に守られたフランスの港をすぐには攻撃しないことを決定し、二つのマルベリー港と呼ばれる人工港がコサックにより開発された。マルベリー港はそれぞれ、 外側の浮き防波堤と内側のコンクリート製の、ケーソン数個の浮き不団で構成された。そして閉塞線の防波堤で補強された。ヨーロッパ本土で燃料を手に入れることは困難もしくは不可能と予想されたため、連合軍は海底パイプラインを敷設した。特別に開発された直径7.6センチメートルの管が、英仏海峡の海底をワイト島からシェルブールに、 D プラス18日目までに付設された。しかし技術上の問題とシェルブールの占領の遅れから、パイプラインは9月22日まで稼働しなかった。2本目は10月後半にダンジネスからブローニュに付設された。イギリス軍はノルマンディ戦役で予想される事態を解決するため、ホバーツ・ファニーズと呼ばれた様々な特殊戦車を製造した。 パーシー・ホバート少将の監督下で M4 中戦車やチャーチル不評戦車が特殊改造された。例を挙げると、地雷除去装置をつけたシャーマンクラブ、カエム放射器をつけたチャーチルクロコダイル、他の戦車が防波堤を登ったり障害物を越えるための橋をつけたチャーチルアークがあった。いくつかの地点では地面が柔らかく戦車の重量に耐えることができなかった。 ため、地面にマットを引いて、通常の戦車のために道を作る、ボビン戦車が作られた。多くの戦車が改造され、下境戦車やど地下に突撃する戦車といった、アバーが製作された。ホバートのグループは、圧縮空気で防水ホヌノを使った浮きを膨らませ、スクリューで動く、水陸両用戦車も開発した。これらの戦車は沈みやすく、D-Day では、特にオマハで多くが、 海岸にたどり着く前に沈没した。連合軍は進行の数ヶ月前から、ドイツ軍が、連合軍の主上陸日付と場所を誤認するよう、計画された、ボディガード作戦を実行した。同作戦のうちフォーティテ,ィテュード作戦は、偽の無線通信を行い、ドイツ軍に、ノルウェーへの攻撃を予想させようとするフォーティテュード、ノースと、7月にパイコールドカレーへの上陸を行うと、 信じさせようとする大規模な欺瞞作戦、4tude South ティティからなった。架空のアメリカ第一軍集団が、司令官、ジョージ・パットン中将の下ケントとサセックスに配置されているかのように立ち上げられた。連合軍は、偽の戦車、トラック、上陸用船艇を作り、海岸近くに配置した。大軍が集結しているかのように偽装するため、 カナダ第2軍団やカナダ第2師団を含むいくつかの部隊がこの地域に移動した。偽の無線通信だけでなく、第21軍集団からの本物の通信がまず陸上通信線でケントを経由した後にそこから無線発信することでドイツ軍に連合軍の大半がそこに中途にしている印象を与えようとした。パットンは第二次攻撃が華麗で行われると、 ドイツを欺き続けるため、7月6日までイギリスに止まった。軍人も一般市民も機密保持の必要性を認識しており、進行参加部隊は特に進行直前には可能な限り隔離された。アメリカ軍のとある将軍はパーティで進行開始日を匂わすという失態を犯し、更迭された。ドイツは イギリス国内に広範囲のスパイ網を作り上げたと考えていたが、実際にはドイツのスパイはすべて捕まえられており、中にはダブルクロスシステムのもと連合軍の二重スパイとなった者も,もいた。コードネーム、ガルボで知られるハンガチスのスペイン人で二重スパイのフアンプホルガルシアは D デ,デーまで2年以上ドイツに 彼らのために情報を収集していると信じさせた偽の情報網を作り上げた。プホルは d デー前の数ヶ月、攻撃が7月にレーで行われるとドイツに確信させるためにイギリスの情報機関により特別に用意された数百の情報をマドリードの上役に送った。フランス沿岸にあったドイツ軍のレーダー基地の多くが上陸準備段階で イギリス空軍により破壊された。進行前夜には、タクサブル作戦が行われ、ドイツ軍のレーダーに輸送船団が誤って映る。よう、イギリス空軍第617中隊が、アルミ編の、ウィンドウを巻いた。そして素足気球を牽引した小船の集団により、減影が増された。イギリス空軍第218中隊もグリマー作戦で、ブローニュシュルメール付近に、ウィンドウを巻いた。 どうや、特殊空挺部隊の小部隊があるアーブルと石に、偽の空挺部隊を展開させた。これらの疑問作戦は、ドイツ軍に、さらなる空挺効果が行われたと信じさせた。実弾を使用した、演習の様子オーバーロード作戦の演習は早くも1943年7月には、行われた。デボン州スラプトンの街は、近くの海岸が、 ノルマンディの上陸計画地点に似ていることから1943年12月に立ちのかされ上陸用船艇の運用と海岸障害物の処理を含む演習場となった。1944年4月28日にはスラプトンの近くでドイツ軍の魚雷艇がタイガー演習に参加したる突撃部隊に不意打ちをかけ、 アメリカ軍の兵士と水兵749人が戦死した。上陸用集艇と実弾を使用した演習もスコットランドのインバラレーにある統合訓練センターで行われた。海軍の演習は北アイルランドで行われ、ロンドンその他の医療チームは予想される多くの損害をどのようにやりくりするか訓練した。空艇部隊も1944年3月23日に チャーチル、アイゼンハワー他の高級指揮官が視察する中で行われた大規模な模擬効果を含む演習を実施した。連合軍の作戦立案者は戦術的な不意打ちが上陸計画に必要な要素と考えていた。正確な上陸日と場所に関する情報は軍の最上層にのみ伝達された。 兵士は5月末に定められた地域に閉じ込められ、外界との連絡は遮断された。部隊は地名を除きすべての詳細を修正された地図を用いて説明を受け、実際の目的地については会場に出るまで伝えられなかった。イギリス国内の情報統制は疑瞞作戦の効果を高めた。アイルランドとの往来は禁止され、イングランドの海岸から数キロ以内の移動は、 制限された。シャルル・ド・ゴール率いる自由フランスは、機密保持を当てにできないことで有名だったため、ド・ゴールは開始直前まで作戦を知らされなかった。進行作戦のブリーフィングを受けるイギリス第6、空挺師団第22独立パラシュート中隊の兵士。1944年6月4から5日、進行計画の立案者たちは、 進行時期に関する一連の条件を明確にし、適切な日は月にに3日しかないと考えた。高潮で飛行機のパイロットにとって明かりとなる満月が望まれた。連合軍は上陸を夜明け直前に、潮位は寒暖の中間で満ちつつある時に行うことを望んでいた。これにより、ドイツ軍が海岸に設置した障害物の死人を高めるとともに、 兵士が、平地に露出して過ごさなければいけない時間が短くなる。風速、視界、運量にも特別な基準が示された。アイゼンハワーは、暫定的に6月5日を進行日に選んだ。しかし6月4日には、状況は、上陸に明らかに、不向きとなった。強風と荒れた海のため上陸用集艇の発進が、不可能となり、低い雲が、 飛行機から目標を見つけるのを妨害すると見られた。6月4日夜までに、イギリス空軍のジェームズ・スタッグ大佐率いる連合軍、気象観測部隊は、天候が十分に回復し6月6日に進行を、実行することが可能となるだろうと予測した。スタッグは状況を議論するため、ハンプシャー州のサウスウィックハウスにある司令部で、アイゼンハワーや他の上級指揮官に会った。 モントゴメリーとアイゼンハワーの参謀長であるウォルター・ベデル・スミスは進行開始を強く主張した。バートラム・ラムゼは艦船を投入する準備を行い、一方トラフォード・レイ・マロリーは状況が飛行機に不向きであると懸念を示した。長い議論の後、アイゼンハワーは進行実行を決定した。連合軍が大西洋を支配しているため、ドイツ軍の気象観測部隊は 未来の天候に関し連合軍と同じだけの情報を得ることはできなかった。パリの国防軍気象観測センターが2週間の悪天候を予測したことから、国防軍の指揮官の多くが持ち場を離れて、レンヌで行われた、機場演習に参加し、多くの部隊の兵士が休暇を与えられた。エルビン・ロンメル元帥は、妻の誕生日とヒトラーに面会し、 より多くの戦車を要望するため、ドイツへ帰国した。仮に、アイゼンハワーが進行を中止した場合、次に、マンの条件が整う時期は2週間後の6月18から20日であった。そうなっていれば、6月19日から22日の4日間、続いた大嵐に遭い、当初の上陸は不可能だったであろう。フランスの大西洋の壁を守備する自由インド兵団の兵士、 1944年3月21日、ドイツ軍は、フランスと定地諸国に50個師団、デンマークとノルウェーに18個師団を配置していた。ドイツ国内で15個師団が編成中であったが、戦略予備はなかった。カレー地方は、ハンスフォン・ザルムと上級大正式化の第15軍が、ノルマンディ地方は、 フリードリ・ヒドルマン上級大指揮化の第7軍が守備した。戦争による損害、特に東部戦線により、ドイツにはもはや徴兵可能な若者がそこをついており、ドイツ軍兵士の平均年齢は、連合軍を6歳上回っていた。ノルマンディの兵士の多くは、東方部隊トルキスタン、ロシア、モンゴルその他の地域からの徴収兵や、義勇兵であった。 国防軍は彼らに、主に信頼性に欠ける路角兵器を与えた。また機械輸送力を欠いていた。第 12SS 装甲師団、ヒトラー・ユーゲントなど後から到着した部隊は、海岸に貼り付けられた兵士よりも、大部分が若く、はるかに良い装備を持ち訓練されていた。大西洋の壁大西洋の壁の地図1942年に行われた。 サンナゼールとディーップへの教襲を受けて、ヒトラーは予想される、連合軍の進行に対する防御のため、スペインからノルウェーまでの大西洋沿岸に、要塞の建設を命令した。1万5000カ所の陣地に、兵士30万人を配置することを計画したが、特に、コンクリートと人員の不足から、防衛拠点の大部分が建設されなかった。連合軍の予想進行地点として、 パイコールドカレーは強固に防御された。ノルマンディ地域における最強の要塞はシェルブールとサンマロの港湾施設に集中していた。1943年10月のフランス国内の脆弱な防御体制に関するルントシュテットからヒトラーへの報告を受けてロンメルがオランダからシェルブールまで延長された。 予想上陸海岸沿いの要塞建設の監督に任命された。そして、ロンメルは、第7軍、第15軍、オランダの守備部隊が属する、新たに再編された、B 軍集団司令官に任命された。ナチスドイツの混乱した、指揮系統はロンメルが任務を達成するのを困難に、した。ロンメルは、アルベルト・シュペア軍事大臣が指揮する。 トー機関に命令することは許されておらず、いくつかの場所では兵士を建設作業に投入した。パイコールドカレーの海岸障害物。1944年4月18日。ロンメルは、ノルマンディ海岸が進行の上陸地点として、可能性が高いと信じており、沿岸に広範囲の防御施設の建設を命じた。海岸沿いの戦略地点にコンクリート作りの、 下方陣地のほか、上陸用集停の接近を遅らせ戦車の行動を妨害するため、海岸に木の杭、金属製の三脚、地雷、大型の対戦車障害物の配置を命令した。そして、不評が海岸で露出する時間を少なくするため、連合軍は校長時に上陸することが予想されたため、これらの障害物の多くを校長点に配置することを命じた。 有刺鉄線や、ブービートラップ、地面に生える植物の除去は、不評の接近を危険なものとした。ロンメルの命令により、海岸の地雷数は3倍にされた。制空権は、連合軍が支配しているため、ロンメルのアスパラガスと呼ばれた、ブービートラップ付きの杭が、空底効果を阻止するため、牧草地や野原に設置された。気候部隊の予備海岸で進行を阻止することが、 最善と信じていたロンメルは、気候部隊の予備特に戦車マイナスをできるだけ、海岸近くに配備することを求めた。ルントシュテットや、西方装甲集団司令官のレオ・ガイアーフォン、シュベッペンブルク、他の上級指揮官は、海岸で進行を阻止することはできないと考えていた。シュベッペンブルクは、装甲部隊を、パリ周辺に集めておき、連合軍の主上陸地点が、 明らかになった時にのみ展開させるというありきたりな方針に賛成していた。またシュベッペンブルクはイタリア戦線で海岸近くに駐屯した装甲部隊が艦砲射撃で被害を受けたことについても言及した。ロンメルの考えは連合軍の圧倒的な航空優勢の下では進行開始後の戦車の大規模移動は不可能であろうというものであった。 最終的にヒトラーが決断を下した、シュベッペンブルクに3個手段、ロンメルに予備として3個走行手段の指揮を与え、ヒトラー自身の指揮下に、戦略予備として、自らの命令なしに使用できない4個手段を置く、こととした。You are about to embark upon the great crusade, to world which we have striven these many months, the eyes of the world are upon you, the hopes and prayers of liberty, loving people everywhere marching with you.in company with our brave aliens and brothers, in arms on other fronts, you will bring about the destruction of the German war, machine, the elimination of nationality over the oppressed peoples of Europa.and security for ourselves in a free world, Eisenhower. 連合軍将兵たちへの手紙 Armstrong. ホイットワース・アルベマールの前で腕時計の針を合わせるイギリス空軍のパスファインダー。1944年5月までに150万のアメリカ兵がイギリスに到着した。そのほとんどはイギリス南西部の仮設キャンプに宿営し上陸地点の西側区画に向けてイギリス海峡を渡る準備をした。イギリス兵とカナダ兵は さらに東のサウサンプトンからニューヘブンにかけてその東には第2波以降で上陸予定の兵士が宿営した移動統制と呼ばれた複雑なシステムが兵士と車両が20カ所の出発地点から日程通りの出発を行うのを確かなものとした兵士の中には出発1週間近く前に乗船しなければならなかった者も,もいた船は 海峡を横断する戦団となるため、ワイト島西南の合流地点に集結した。6月5日夜に総海部隊が航路を総海し、数千もの爆撃機が海岸陣地を攻撃するため夜明け前に飛び立った。航空機約1200機が、真夜中前にイギリスを出発し、上陸数時間が前に敵戦線後方に降下する三個空挺師団を運んだ。 アメリカ第82と第101両空挺師団は、ユタの西、コタンタン半島の目標を割り当てられた。イギリス第6空挺師団は、カーンウンガとオルヌ川に架か,かる橋を無傷で確保する任務を負った。自由フランス第 4SAS 大体538人は、ブルターニの目標を割り当てられた。d d a 当日に、約13万2000人が船で、さらに2万4000人が、 飛行機で輸送された。準備艦砲射撃は5時45分から6時25分まで、戦艦5隻、巡洋艦20隻、駆逐艦65隻、モニター艦2隻により行われた。6時30分頃、不評がビーチに到着し始めた。ユタの防波堤を越えて前進する、アメリカ第4師団第8連隊の兵士ユタビーチへ進行する。 アメリカ第4不評師団を乗せた州停は、海流により予定上陸地点から約1800メートル南へ流された。軽い抵抗を受け、200弱の損害を受けた。内陸への進撃に努めたが、初日の目標には遥かに及ばなかったが、6.4キロメートル前進し、第101空挺師団と連絡することはできた。 ユタ西部への空挺降下はあまり成功せず、降下予定地点に降りたパラシュート兵は10%のみであった。無線機の不足と、池垣や石壁、沼地のある地形のため、兵士が集結し、戦闘単位になるのは困難であった。第82空挺手師団は、主目標のサントメールエグリーズを確保し、西側の戦線の守備についた。 メルドレ川の渡テンの確保には失敗し、コタンタン半島の封鎖の遅れにつながった。第101空挺手段は、南側の戦線を守備し、ラ・バルケットにあるドー部川の水門を確保した。しかし初日に割り当てられていた近くの橋の確保は、失敗した。奥っ先では、ジェームズ・ラダー中佐率いるアメリカ第2レンジャー大隊の200名が、 ロープとはしごで30メートルの崖を登り、そこにある砲台を破壊する任務を負った。上からの射撃を浴びながら、崖を登ったものの、大砲はすでに運び去られていた。レンジャーは、岬の南約550メートルにある果樹園で、守られていないが、使用可能な兵器を発見し、無力化した。攻撃を受け岬の兵は孤立し、捕虜となった者も,もいた。 D プラス1日目の夜明けには、ラダーの下で、戦闘可能な兵士は90人のみとなった。増援は D、D プラス2日目に第743戦車大隊が、到着するまで来なかった。1944年6月6日、ロバート F サージェント撮影、死のアゴへ。オマハで、ヒギンズボートから出発するアメリカ軍第1、不評師団の兵士。 最も堅固に防御された地区であるオマハビーチには第一波にアメリカ第一不評師団が増援にアメリカ第二十九不評師団が割り当てられた。これらは予想していた一個連隊の敵ではなくドイツ第三百五十二不評師団と対峙することとなった。強い海流により多くの上陸要集艇が予定位置の東へ流されたり遅らせられたりした。 崖の上から射撃を受けたため、損害は他の海岸の総計を上回った。海岸障害物の除去が問題となり、上陸指揮官は8時30分に、さらなる車両の上陸を中止させた。この頃、駆逐艦の一団が到着し支援砲撃を行った。オマハからの出口は5つの谷しかなく、朝遅くまでに高台にたどり着いた兵はわずか600人であった。 昼までに砲撃が打撃を与え、ドイツ軍が玉切れになり始めたので、アメリカ軍はビーチに何本かの通路を切り開くことができた。また、ドイツ軍の陣地を相当し始め、車両がビーチから出ることができるようになった。細長い海岸砲は続く数日で拡大し、D レイの目標は D プラス3カ目に達成された。1944年6月7日の ゴールドビーチゴールドビーチでは、強風のため上陸用集艇にとって困難な状況となり、DD 戦車は陸から離れて発進する予定であったが止め、海岸に接近もしくは直接上陸した。ルアメルの陣地への航空攻撃は失敗し、その75ミリ砲は16時まで被害を与え続けた。西部では、ハンプシャー連隊第1大隊がアロマンシェを占領し、東部では、 ジュノーのカナダ軍と連絡した。ジュノービーチの不評の上陸は荒い海のために遅れ、下船の間に大損害を受けながら、支援する戦車より先に到着した。艦砲射撃は、ほとんどが、ドイツ軍の防御陣地を外した。これらの困難に関わらず、カナダ軍は速やかに、ビーチの敵を一掃し内陸の村への進路を2本、作った。ベニーシュルメールの占領の遅れは、 ビーチの渋滞をもたらしたが、日暮れまでには接続したジュノーとゴールドの海岸保は幅 19km 奥行き 10km の地域を確保した。ジュノーの損害は961人であった。ソードビーチでは25両の DD 戦車のうち21両が無事に上陸し、7時30分に下船を開始した、不評を援護した。 彼らは速やかにビーチを相当し、戦車のために数本の進路を開拓した。風の影響で、波は予想より早く、走行車両の操縦は困難であった。キングズシュロップシャー系風評連隊第二大隊は徒歩でカーンの数キロ以内まで前進したが、戦車の支援がなく、退却を余儀なくされた。16時に、 ドイツ第21装甲士団がソー度とジュノーの間で反撃を開始し、もう少しで海岸に到達するところであった。しかし同士団はイギリス第3不評士団の強固な抵抗に遭い、間もなく、カーンとバイユーの間の地域を支援するために呼び戻された。オマハビーチの増強、サンローランシュルメールに向けて前進するアメリカ軍第2不評士団の兵士と装備、 1944年6月7日、マルベリー港の最初の部品は D プラス1日目に運ばれ、6月中旬には使用可能となった。一つはイギリス軍がアロマンシェに、もう一つはアメリカ軍がオマハに建設した。6月19日の激しい嵐は補給の荷上げを中断させ、オマハのマルベリー港を破壊した。修理された。 アロマンシェのマルベリー港は1日あたり、約6000トンの軍需品を荷上げすることができ、続く10ヶ月間使用された。シェルブール港が総海され7月16日に使用可能になるまで、ほとんどの積み荷はビーチに運ばれた。連合軍の初日の損害は少なくとも1万人に、達し、4414人の死亡が確認された。ドイツ軍は1000人を失った。 連合軍の進攻計画では、初日にカランラン、サンロウ、カーン、バイユーを占領し、ユタを除くすべてのビーチを、海岸から十から十六キロメートルの戦線でつなぐことが求められていた。しかしこれらの目標は一つも達成できなかった。五箇所の海岸保は、連合軍が、大体幅九十七キロメートル、奥行き二十四キロメートルの戦線を確保した六月十二日に、 つながれた。主要目標の一つであるカーンは D-Day の終わりにはまだドイツ軍の手中にあり7月21日まで完全に占領されなかった。6月6日に約16万人の兵士がイギリス海峡を渡り8月末までにフランス国内の連合軍兵士は200万人を超えた。西部戦区においてアメリカ軍はコタンタン半島。 中でも推進が深いシェルブール湖を占領することが求められた。ユタとオマハの内陸の地形は両側にくぼみを持つ高さ0.91から1.2メートルの土偵に棘のある生垣が立つボカージュが特徴であった。多くの地域が射撃強と機関銃陣地でさらに守られていた。そしてほとんどの道路は戦車が通行するには狭すぎた。ドイツ軍は ユタの奥の土地を海岸から 3.2km まで海水で水浸しにした。コタンタン半島のドイツ軍には第91不評師団と第243及び第709不評師団の定置不評師団がいた。D プラス3カメまでに連合軍の指揮官はシェルブールを早期に占領できないと認識し、さらなる増援が送り込まれるのを防ぐため、 コタンタン半島を分断することとした。これに未熟練の第90不評師団が失敗した後、第7軍団長のジョーゼフ・ロートン・コリンズ中将は、ベテランの第9不評師団を投入した。第9不評師団は6月17日にコタンタン半島西岸に達し、シェルブールを孤立させた。第9不評師団に第4不評師団と第79。 不評師団が加わり、6月19日からの激しい戦闘の末、コタンタン半島を支配下に置き、シェルブールは6月26日に陥落した。この時までにドイツ軍は港湾施設を破壊しており、シェルブール港の完全回復には9月までかかった。カーンの戦いの地図カーン地区におけるドイツ第21装甲師団や第 12SS 装甲師団、 ヒトラー・ユーゲントなどとの戦闘は、すぐに膠着状態となった。パーチ作戦で、イギリス第30軍団は、モンパンソンに向けて南への進撃を目論んだが、すぐに直接的なアプローチを取りやめ、カーンを翼包囲することにした。第30軍団は、第7機構士団が、ティリー・シュルスールから、ビレル・ボカージュへ、迂回移動し、一方第1軍団が、 東方からカーンを抜こうとした。第一軍団の攻撃はすぐに頓挫し、第三十軍団はビレル・ボカージュを簡単に占領した。イギリス軍の先行部隊は待ち伏せを受け、ビレル・ボカージュの戦いとボックスの戦いが終日行われた。イギリス軍はティリー・シュルスールへ退却を余儀なくされた。6月17日から23日の嵐による遅れの後、 6月26日に第8軍団が迂回して、カーンを南西から攻撃し、オドン川の南に共闘砲を作ろうとするエプソム作戦が開始された。本作戦では、カーンの占領は失敗したものの、使用可能な装甲部隊をすべて作戦に投入した。ドイツ軍は戦車に大損害を受けた。ドイツ軍では、ルンとシュテットは戦争はもはや負けだと述べた後、 7月1日に、更迭され、ギュンター・フォン・クルーゲ元帥が公認となった。連合軍は、カーン北部を7月7日夜に爆撃し、7月8から9日の、チャーンウッド作戦でオルヌ川の北側を占領した。7月18から21日のアトランティック作戦と、グッドウッド作戦で、カーンの残りと南の高地を占領したが、その時までにカーンはほとんど破壊された。 7月20日にはヒトラー暗殺計画が実行されたが失敗に終わっている。南はサンローマでコタンタン半島を確保した後、アメリカ第一軍は7月25日にコブラ作戦を開始し、8月1日までにアブランシュを越えて南へ進撃した。イギリス軍はビールとモンパンソンの高地を確保するため、7月30日に ブルーコート作戦を開始した。ジョージ・パットン中将のアメリカ第三軍が8月1日に行動を開始し、アメリカ第一軍がルマン方面に東へ圧力をかけ続けると共に側面を守る。間にブルターニュ地方の大半と南はロワール側までの地域を素早く奪取した。8月3日までにパットンとアメリカ第三軍はブルターニュに小部隊を残して、 カーン南方に集結するドイツ軍に向け東へ転進した。クルーゲが反対したにもかかわらず、ヒトラーは8月4日にビールからアブランシュに向け反撃する、リュティヒ作戦を命令した。1944年8月のノルマンディ海岸歩からの突破と、ファレーズポケット形成までの地図カナダ第2軍団が8月8日、トータライズ作戦で、 カーンからファレーズに向け南へ攻撃すると、ブラッドレーとモントゴメリーは、ドイツ軍の大部隊をファレーズに包囲する可能性があることを認識した。アメリカ第三軍は、南から包囲を続け、8月11日にはアランソンに到達した。ヒトラーは8月14日まで反撃を主張し続けていたが、クルーゲとその爆僚は東への撤退を計画し始めた。 ドイツ軍は主要な決定はすべて自分が行うというヒトラーの主張にひどく妨害されており、情報がバイエルのオーバーザルツベルクにあるヒトラーの別荘との間を行き来する間、24時間ほど命令がない状態に置かれた。8月12日夜、パットンはブラッドレイに北東へ進撃を続け感激を閉ざし、ドイツ軍を包囲するか尋ねた。モントゴメリーがすでに カナダ第一軍に北から攻撃することを命じていたため、ブラッドレイは反対した。カナダ軍は激しい抵抗にあったが8月16日にファレーズを占領。歓迎は8月21日に閉ざされ、ドイツ軍5万人が包囲されたが、ドイツ第7軍の1、3丁と11個装甲師団のうち9個師団の暫定が東へ脱出した。 ファレーズギャップに関するモントゴメリーの決定は、その時、アメリカ軍の指揮官たち、特にパットンから批判された。しかしブラッドレイは同調し、パットンが感激を塞ぐことはできないと信じていた。これは、歴史家の間で多くの論争となっており、アメリカ・イギリス・カナダ軍が批判対象となった。ヒトラーは8月15日にクルーゲを解任し、公認に、 バルターモーデル元帥を当てた。クルーゲは7月20日事件への関与にヒトラーが認識するようになると8月19日に自殺した。連合軍は8月15日に南フランスへ進攻するドラグーン作戦を開始した。シャーマン戦車の上で前進命令を待つイギリス軍兵士。1944年8月21日アルジャンタン近郊。 8月19日、パリのフランス人レジスタンスが放棄した。アイゼンハワーは当初パリを迂回して他の敵を追撃することを望んだが、市民が飢餓になりつつあり、かつヒトラーがパリを破壊すると表明したという報告が集まり、ドゴールは速やかにパリを奪回することを主張した。アメリカ第四機構師団が南から圧力をかける間、 フィリップル・クレール将軍率いるフランス第2気候師団が8月24日に西からパリに到達した。散発的な戦闘が予動し続き、8月25日朝までにパリは解放された。イギリス・カナダ戦区の作戦は8月末まで続いた。8月25日、エルブフへ向け戦っていたアメリカ第2気候師団がイギリスとカナダの気候師団と接触した。 8月27日朝、カナダ第2不評師団が、フォレデラ・ロンドに前進した。そこは、強固に守られており、防御に適した地形で、ドイツ軍が、地帯戦闘を行ったため、カナダ第4を呼び、第6旅団は3日間で、多くの損害を被った。ドイツ軍は8月29日に交代し、翌日セーヌ川を越えて撤退した。8月30日昼、 カナダ第三府標師団が、エルブ付近港でセーヌ川を溶かし、ルーアンに入り換気で迎えられた。アイゼンハワーは9月1日、連合軍の全陸上部隊の指揮官となった。そしてドイツ軍の反撃とフランスに届く物資の制約への懸念から、狭い正面の一撃ではなく幅広い正面で、作戦を継続することを決定した。ノルマンディに上陸した部隊は、 ジークフリート1000への進撃の過程で9月12日、南フランスの連合軍と合流した。9月17日、モントゴメリーは英米の空挺部隊でオランダ国内の橋を確保し、陸上部隊がライン側を渡りドイツへ進撃するマーケットガーデン作戦を開始したが失敗した。連合軍の進撃はドイツ軍の抵抗と補給不足のため遅くなった。 12月16日、ドイツ軍は、バルジの戦いと呼ばれることになる、西部戦線最後の大攻勢である、アルデンヌ攻勢を開始した。1945年1月12日には、ソ連軍がビスワオーデル攻勢を開始した。4月16日、ベルリンの戦いが始まる。4月30日、ソ連軍が、ベルリンの総統地下号に近づくとヒトラーは自殺し、5月7日に、 ドイツは降伏した。捕獲したドイツの国旗を持つカナダ軍の兵士ノルマンディー上陸作戦は史上最大の海上進行作戦であり、上陸作戦に約5000隻、護衛艦,艦艇289隻、総海艇277隻が投入された。連合軍はソ連軍の進撃を遅らせる恐れがある大部隊を東部戦線から引き剥がすことで、 ヨーロッパにおける戦争を早く終わらせようとした。西ヨーロッパに新たな戦線ができることは第一次世界大戦での二正面作戦の再現を恐れるドイツ軍にとって巨大な物理的一撃であった。また、ノルマンディ上陸は何人かの歴史家が冷戦の開始と考えるソ連と西側諸国とのヨーロッパでの競争の開始を告げた。 ノルマンディの勝利はいくつもの要因から生まれた。大西洋の壁沿いのドイツ軍の準備は部分的にしか完成していなかった。D イの少し前の時点で、ロンメルはいくつかの地域で資源が他に転用されたため、建設が18%しか完成していないと報告している。フォーティチュード作戦で行われた疑惑工作は成功し、ドイツ軍は広範囲に伸びた。 海岸線の守備を余儀なくされた。連合軍が航空優勢を獲得、維持したことで、ドイツ軍はイギリスで進む作戦準備の観測や爆撃機による妨害を行うことができなかった。フランス国内の輸送施設は、連合軍の爆撃とフランス人レジスタンスにより、ひどく破壊され、ドイツ軍が増援や物資を輸送するのを困難にした。 弾幕砲撃の多くは目標を外したり打撃を与えるほどには集中していなかったが特殊戦車がオマハを除いて活躍し海岸に上陸すると近接支援砲撃を行った決断力にかけかつ非常に複雑なドイツ軍上層部の指揮系統もまた連合軍の勝利の一要因となったオマハ上陸で負傷したアメリカ軍兵種 DD から8月21日までに 連合軍は北フランスに、将兵205万2299人が上陸した。ノルマンディ戦役の損害は、両軍ともに大きいものであった。6月6日から8月末までに、アメリカ軍は12万4394人の損害を追い、うち2万668人が戦死した。カナダ第1軍とイギリス第2軍の損害は8万3045人。 内戦士15,995人、負傷57,996人、行方不明9,054人であった。カナダ軍だけでは、損害18,444人、内戦士5,021人であった。空軍は進行支援のため、絶え間なく483,17回の出撃を行い、飛行機4,101機、 航空兵16,714人を失った。自由フランス軍の特殊空挺部隊は77人が戦死、197人が負傷、行方不明となった。戦車の損害は約4,000両と推計され、アメリカ軍、イギリスカナダ両軍の割合は半々であった。戦役における損害合計は歴史家の間でわずかに異なり、最も少ないもので、 計225,606人。最も多いもので226,386人である。サンランベール・シュルディーにおけるドイツ軍の降伏。1944年8月21日。フランスにいたドイツ軍は D でから南フランスでのドラグーン作戦直前の8月14日までに158,930人の損害を受けたと報告している。 ファレーズポケットの戦闘では5万人が失われ、うち1万人が戦死、4万人が捕虜となった。ドイツ軍の損害は資料によって異なる。ドイツ軍の記録を調査したニクラス・ゼッターリングは、ノルマンディーとドラグーン作戦で、ドイツ軍が被った損害を、計29万人と見ている。40万人、50万人、計53万人と、より多い数字を見積もっているものもある。 ノルマンディにおけるドイツ軍戦車の正確な損害は不明である。戦車と突撃砲を合わせ約2300両が戦闘に投入されたが、戦役終了時にセヌ川を渡ったのは100から120両のみであった。ドイツ軍が D 台から7月31日までに破壊された戦車は481両と報告していた。一方、第21軍集団の第2 オペレーションズリサーチ部門が行った調査では、連合軍は6から7月に、戦車約550両を破壊し、8月にさらに500両を、飛行機により破壊した100両を含め合計150両を破壊した。ドイツ空軍は2127機を失った。ノルマンディ戦役終了までに、55個手段が、無力化され、うち7個手段が解体した。9月時点で、 西方総軍の戦力を有する部隊は13個、不評師団、3個装甲師団、2個装甲旅団のみであった。ノルマンディーが解放される間に13,632人から19890人のフランス人住民が死亡し、より多くの住民が重傷を負った。戦役中の死亡者に加えて11,000人から19,000人が 侵攻前の爆撃で死亡したと推計されている。戦争全体を通して、フランスの住民計7万人が死亡した。地雷や不発弾は、戦役終了後も、ノルマンディーの住民に被害を与え続けた。カーンで老婦人を護衛するイギリス兵。1944年7月。侵攻に先立ち、政府は、フランスの歴史遺産の破壊を限定する。 必要性を強調する命令を発した。遺跡に関する公式民事リストに記されたこれらの場所は上位司令部から許可がない限り部隊が使用することはできなかった。それでも至るところで教会の戦闘や石造りの建物がドイツ軍が使用するのを防ぐために損傷を与えられたり破壊されたりした。再建する作業者が道路修理のために 重要な廃墟から瓦礫を使用するのを防い張り、芸術品を探すのを防ぐ努力がなされた。バイユーのタペストリーや他の文化財は、戦争開始時から、ルマン近郊のスルシェ城に保管され、無傷であった。ドイツ軍もまた保護する、建物のリストを作成していたが、その目的は良好な状態に保ち、ドイツ軍の宿舎とするためであった。ノルマンディの多くの都市と町が、 戦闘や爆撃により完全に破壊された。カーンの戦いの終了時には、6万人を超える住民に対し居住可能な住居は8000しか残っていなかった。カーンにあった18の教会は、66のモニュメントと、共に4つが大被害を受け、5つが破壊された。ノルマンディ海岸保があったカルバドス県では、住民7万6千人が家を失った。カーンでは、 戦前210人いたユダヤ人のうち戦争を生き抜いた者は一人のみであった。略奪はすべての陣営で退却するドイツ軍、侵攻する連合軍、フランスの地元住民マイナスが参加した関心事であった。略奪は連合軍では絶対に許されず犯人は処罰された。一方で現地での米兵の規律は十分に保たれていたとは言えず、地元には ドイツ人を見て隠れるのは男たちだったが、米兵の場合は女たちを隠さねばならなかったという話が伝わっているという。特に、ルアーブルやシェルブールでは米兵らは手当たり次第に現地女性と性行為に及び、セックスをしている男女を見かけずに街を歩くことは不可能なほどで、レープも多数報告されている。 外国で戦う兵士たちへ向けて、ライフなどの米紙がフランスを、快楽主義者4000万人が住む巨大な売春宿、呼ばわりし、米軍機関紙、正常期新聞が、フランス女性を口説くためのフランス語フレーズを、連載するなどのプロパガンダが行われていたこともこの、背景にあった。ベニーシュルメールカナダ軍墓地ノルマンディのビーチは、今でも、新工時のコードネームで知られている。 主要な場所には、名板や、記念施設、小さな博物館があり、ガイドブックや地図が手に入る。ドイツ軍の捕類のいくつかは、今も保存されている。特に、オック・岬は1944年から、ほとんど変わっていない。マルベリービーの残骸は、今もアロマンシェの沖合にある。数カ所の大規模な墓地では、ノルマンディ戦役で戦死した、連合軍を呼び、 ドイツ軍の兵士が眠っている。ありがとうございます。